か小学校でもやれるじゃないかということで研究してくれました。まず栄養価全然違いますね。うちの野菜の方がずっと高いです。そりゃそうです、微生物とつながってますから。さっきのような感じでね。じゃあなんでこんな栄養価の高いものを虫が食わないのか、本当に食わないのか。まず、大根で調べました。これ土が違うだけなんですよ。せーのドンで外に出しました。そしたらなんと大学の方の大根だけ倍以上幼虫が増えますね。選んでるんです、ちゃんと。同じ品種ですからね、同じプランター、同じ場所で植えてて、せーのドンで外に出しただけ。やっぱり違うんですよね。なんでだろうっていうこと。じゃあ今度、じゃあ無理やり食べさせてみました。こっちは10匹ずつ同じ重さになるように入れておいて、こっちは私のキャベツしか食えない、こっちの青虫は大学のキャベツしか食えない、本当に食わないのかって調べたら、やっぱ食いますよ、ほら3日目までは。でも6日になっても9日になってもちょこっとしか食わないんです。で、大学の方はバリバリ食ってるんですね。バリバリ食ってでかくなってもっと食ってるというような感じになります。結果的にこんだけ食べる量に差が出てきました。本当は食べないんですよ、それしかないから仕方なしに食べたんでしょうけど、こんだけは食べましたと。で、うんこは同じぐらいするんですよ。結局私のキャベツの方は食べたくもないけども、まあ、一応食べはしましたものの、いっぱいうんこになってしまう。だから消化吸収できてないんですね。一体何を消化してないかというと、実は青虫って胃液もなければ消化、人間のような消化システムがないので、高分子の有機物は消化できないんです。例えばビタミン C とか、食物繊維とかポリフェノールとか、まあ、キャベツでいうとスロホラマンとかね、そういう大事な、私たちにとって一番大事な栄養素ほど彼らは消化吸収できないんです。だから健康な野菜ほど、栄養価の高い野菜ほど青虫は食べれなくなると、そういう仕組みなんですね。もっと分かりやすく言うと、私たちはご飯を食いたいのに、ご飯粒をよく見たら1割ぐらい木でできてたとしたらどうする？食べてみたら1割木やったのよ。食いたくない、そんなもの。でもそれしかなかったら食うしかないじゃん。で、食うけど木は全部お尻から出てくるでしょ。同じことですよ。彼らに、私たちにとっての木っていうのが、青虫にとってはビタミン C だったりポリフェノールだったりするわけ。なんでそんなもの吸収できないんだろう。なんでビタミン C やポリフェノール、青虫いらないの。吸収できないっていうことは、吸収できないんじゃなくて、いらないから吸収しなできなくなったんでしょうね。だって吸収できなくても元気なんだもん。なんで彼らはいらないの。私たちにとっては大事、一番大事な要素ですよ。ビタミン、ポリフェノール、抗酸化成分で老化を防いだり病気を防いだり、大事な大事な栄養成分が多ければ多いほど彼らはいらないって言うんです。どうして。はい、分かりました。はい、どうぞ。多分そうでしょうね、いらないんだからね。要するに彼らは分解者といって、もともと死んだものを食ってる。私たちと反対の生き物なんですよ。私たちは命のあるもの、生命力の強いものを食べて、それを私たちの体に新陳代謝って言ってね、どん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 取り入れて、だって私たちの体はどんどん酸化するから、うんこやおしっこや垢、脱毛、どんどん酸化して壊れていく。その分新しい命を取り入れる。その新陳代謝のスピードは1秒間に500万って言われてます。500万が死んでんの、1秒間に。ほら、うわー、死んだ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 、常にそれやっちゃってるわけ。常に私たちは命を供給してる。そしてどんどん排出してる。じゃあ地球はどうなる。排出物だらけになるじゃん。その排出物を食べてもう一回命に交換し、命のあるものに変えてる生き物がいる。死を食べて生を作るもの、私たちは生を食べて死を作ってる。で、死を作って生を作る生き物がないと地球は回れないわけね。それを分解者というわけ、死んだものを食ってる生き物たち、ただ死んだものを食えばいいんだけどね、青虫レベルになると死ぬ前のキャベツを食ってるわけね。死ぬ前から食ってるから、まあ虫と言わずに害虫っていうわけ、害虫ってね。でもあくまでも彼らは弱ったものを食ってる、なぜか、それが仕事だから、そういう生まれなんです、でそしてその彼らが持つ生命力を作る力、それを私たちはいただいて生きてる。それが微生物代謝物質、クロレラ菌、クロレラだったりね、乳酸菌生成物質だったり、パントエア菌だったり、
ファイブアラだったり、いろんな今あの微生物 あの健康成分がいっぱい作ってますけどね、まさに命を作り出す生き物たちの作る未知の成分なんですよ。まだよく分かんない成分、分かんないですよ。だから乳酸菌生成物質というわけ。分子式で表せてたって分子式なんかない。いろんな分子式のものの集まったもののエキスでしょうからね。まあ、とにかく彼らはそうやって、命を作り出す生き物ですから、逆に言うと命のあるものはいらないということは、虫が来るということは少し弱ってるということね。だから健康になればなるほど虫は来なくなります。で、一番わかりやすいのがウジ虫。ウジ虫は刺身でさえも食わない。刺身死んでんだよね、もうね。でもまだ木があるわけ、生きてるわけ、実は。だから私たちは食うけど、ウジ虫食わない。刺身がドロドロになってから食う。あれが一番マナーのいい虫ね。で、マナーの悪いやつは青虫ね。キャベツがドロドロになる前から食い始めてる。まあそういうことになるわけです。じゃあ、マナーの悪い菌は誰？マナーのいい菌は乳酸菌やね。マナーの悪い菌は死ぬ前から食い始めると、私たちはそれを病原菌というわけですよね。だから、キャベツのうどんこ病だろうな、キャベツの場合は菌核病とかさ、玉ねぎのサビ病とか、ね、病原菌がいるから病原菌を農薬で殺そうとしてるけども、そのサビ病が来ない、玉ねぎはちゃんとあるわけ。ということは、病原菌殺したところで、その玉ねぎの弱さは何も変わらない。サビ病がつくような玉ねぎなんです。それを農薬で殺して、サビ病を止めたけど、その玉ねぎは結局、本当だったらやられる人、やられる農薬です。やられる玉ねぎなんですね。コロナが来たからといって、さあ、薬が間もなく出てきますよとか、ワクチンで何とかしましょうと言ってるけど、あんなものでいくら治したところで、あなたの生命力は何も変わらない。ということは、ワクチンを打つと、今度は他のウイルスが食べに来るということになるわけですよね。だってあのワクチンは特定のウイルスにしか効かないわけですから。だからそのワクチンとか薬で守る世界には未来がないんですよ。これも農業でも実はやったこと、土全体を消毒するんですよ。土壌消毒してね、カヤフィウムとかクロルピクリンで全部殺すんです、土の中を。そしたらキュウリが素直に育つんですよ。私たち農業改良基金はそれで、ああよかったね、消毒はすごいね、やっぱり消毒よねって言ってた時期がありました。でもそれは数年です。数年経つと今度は消毒したにもかかわらず、どっかからも牛が、やっぱり病原菌が出てくるわけ。それはなぜか。だって菌とつながらない野菜だから。消毒したって言いながら、それ病原菌も殺したかもしれないけど、病原菌の700倍も多い有用菌も一緒に殺してるから、だからキャベツは実は弱ってるの、実は消毒することによってね。そうすると、でも病原菌がいないから、とりあえず病気になってないだけ。でも、弱いから、そのうち何かの病気が発生するわけよ。そしたらそこで何て言った？今言ってるじゃん、ほら。デルタ株が、今誰なんだ？オミクロン株。もうどうでもいい株。本当に嘘ばっかり言うからね、専門家っていうのは。本当にね、皆さん、テレビに出てくる専門家は、専門家なんですよ。だから嘘を言うんです。嘘じゃない。彼らは嘘を言ってるつもりはありませんよ。一生懸命皆さんのことを思って、本当のことを言ってるつもりで、あれが嘘なんです。専門家ですから、そこしか見れないから。本当にね、農業も一緒ですよ。こんなにも農薬の野菜ができてるのに、例えば県の農林部にね、研究に来てって言うけど、全然来る気ないです。なぜか。信じてないんです。いろいろ聞いてみると、吉田さんのところは、キャベツの産地じゃないからねって言いました。キャベツの産地じゃない、要するに、周りに蝶々があんまり飛んでないんでしょって。だから来ないんでしょ。それが専門家なんです。だって来てないから見に来ればいいじゃん。見に来ないんです。なぜかって。自分の今まで考えてきた研究成果と全然違うことが起きてる。それは何らかの偶然だろう。って言って見に来ないんです。今のテレビに出てくる専門家、だから日本だけこんなにね、広がってないのに、なぜかって調べないでしょ。なんて言ってるか。そのうち広がるよって言うんですよ。オミクロン株こんなに怖くないって、いくら言っても専門家こう言います。侮っちゃいけませんよ。よその国ではこんなことになってんですよ。同じことですよ。ほら、うちにね、青虫が来ないって言った時、専門家言うわけですよ。いやいや、そのうち来るんですからって言ってるのと一緒ですよ。そして農薬かけろとか防虫ネット張れって一生懸命専門家言いますよ。
ボーチュレット張ったらボーチュレットの中で蝶々飛んでますよ結局土が悪いとネット張ったって一緒なの。あなたたちが弱かったらマスクしても何の意味もない、蚊入ってくるの。でも専門家はそれ分かってないからね。いいんですよ、これつけとっていいんですよ。もう今もうマスクを一回つけ出すとね、取れなくなってる人が多いの。もう若い大学生とかね、もう取れって言っても取れないからね。もうパンツ脱ぐのと一緒みたい、恥ずかしくて取れない。いやもうずっとこれやってるからね、もうこれがもう癖になっちゃってね。あ、ちょっと関係ない話ですけどね。だから本当マスクしてるととにかく口だけ開けないように。マスクしてると口が開きますから、どうしても口開いたら本当にあダメですよ。どんどん免疫力弱りますからね。そうすると今度はマスクに消毒するって今度言い出したいんですよね。もう冗談みたいなこと言ってますからね。せめてマスクしてる人はマスクだけは雑菌まみれにして、マスクを通して雑菌を吸ってください。一定程度雑菌吸うと免疫力上がるんですよ。ただ口開けっぱなしで雑菌入れすぎると、これ免疫力使いすぎますので、逆にいろんな病気になりやすくなりますからね。そこやりすぎは注意なんですけど、基本的にはマスクしても何のことは意味ない。それよりも免疫力を上げる方がマシ。農薬かける暇があったら、防虫ネットかける暇があったら、土を菌だらけにする。皆さんもそう、お腹を菌だらけにする。ということで今日は菌ちゃん原稿を配っております。これなぜかというと、もしかしてこの中でね、本当は自分はあんまり病気に強くもないのに、どうしても今日の話を聞きたくて来た人がいるかもしれないのよ。で、またはね、日頃から消毒殺菌を繰り返している人がいます。例えば保育園の保育士とか、または、なんだ、老人ホームの、福祉士とかね、もう広げてはいけないということで、もうとにかく人に会わないように、とにかくマスクをして、とにかく消毒をしてってやってる人たちがいます。そういう人たちはいくら免疫力が上がってても、もういやいや、いくらいい食べ物を食べても免疫力がもう弱ってしまってます。使わないと弱っちゃうんですよ。歩かないと筋肉細ります。いつもこうやってね、パンチの練習してると筋肉つくけど、パンチの練習一切しないと必ず細ります。だからいくら免疫力がある人で、今まで健康だった人も1年2年間本気で消毒殺菌、消毒を本気で頑張った人はかなり免疫力をしてます、ね、今日もね、保育園の人が来てるから、もしかして、あ、保育園の人来てないか、本当に日頃消毒してる人はやばいんですよ。そういう人はなんだ、オミクロン株程度でちょっと何かで熱が出たりするんですよ。これがその時は黙って寝ときゃいいのに、いちいち保健所に行くわけよ。で調べたらオミクロンって出るんですよ。これが出たら周りの人までよか迷惑なんだから、あれ調べたしく出てくるからね。調べなかったら何も出てこないんだよ。で調べたって言わない、テレビ一切言わないよね。何人出たって、そのうち何人が症状が出てるとかさ、言わないでしょ。だって症状出てる人ほとんどいないんだ。本当にほんのちょっと症状で出てる人がほんの一部、あとなんもないの。ただ調べたら出ただけ。そしたら病院に監禁されるとよ。病院に監禁されて、食べ物は栄養のないものだけ食べさせられますからね。そうすると病気になる、本当に重症化するわけですよ。よくできてるんですよ、この世の中って。どんどん人間が死ぬようなことを今やってますからね。だから今年いっぱい死んでるでしょ。なんていうか、有効、死亡なんとか率って言いましてね。平均に比べて、去年相当死んでるんですよ。おととしに比べて。今年はもっと死にますよ。だってどんどん免疫力落ちてるから。だからコロナで死んでないんであって、コロナによるいろんな、ね、ウイルス、いろんなことしたおかげで今本当に死亡者数が増えてきてる。本当にもう専門家のもうそれでも何のかの根拠もなくね、言ってるじゃないですか。少しはマスクの効果があるとかね、ワクチンの効果もないからもう一回打ちましょうとか言い出しますんで、もうただ彼ら騙すつもりないんですよ。分かってないんです。全体が見えてないんです。多いですよ、専門家のその間違いって。まずお医者さんは絶対死んじゃいけないと思ってますからね。もうあと1週間で死ぬっていう人、絶対死なないように一生懸命点滴打ってさ、こうと酸素呼吸させてよ。肌それいいと思う？あなたが本人やったら早く死なしてくれって思わない？どうせ死ぬんですよ。1週間飲みようと飲みまいと、あんなその間苦しいだけで目も開けられないのよ。早く向こうに行った方がいいに決まってるじゃん。それを彼らは死はダメって思ってるから、点滴打って体中膨らせて
ね、臓器も、ま、水ぶくれさせて苦しませて死ぬんだよ。本当は枯れたように死んでいくんだよ。あ、ごめん、関係ない話ばっかりしてるね。あと50分です。本当だ。いやもうね、だからね、専門家そういうことするの。例えば栄養士がね、あの栄養、今の栄養より少ないからね、野菜栄養士少ない、栄養が少ないからいっぱい食べるって言うんだよ。今の野菜は栄養価が減ってんじゃないの。栄養価が減ってんだったらいっぱい食べれば栄養価取れるよね。そうじゃなくて弱ってんの。弱ってるから同時に栄養価も低いの。弱った生き物をいっぱい食べて、弱った生き物があなたの体になるわけ。あなた元気になるの、弱るの。弱るに決まってるよ。それを数字で言うと、いっぱい食べたら栄養が取れるからいっぱい食べろって言うんですよ。堂々と未だに言ってますよ、専門家。全体が見えてない。本当に今ね、おかしくなってしまってます。どうぞ、自分で自然というものをね、体験して、自然がどんなふうにできてるのか、体験してみてください。本当に病気しなくなるから。野菜がね。人間も病気しなくなります。私も本当に病気ばっかりしとったんだけど、今本当に全然病気しなくなりました。もうそういう詳しい話はまた講演会で聞いてください。今日は野菜作りの技術論をできるだけ詳しく話したいと思います。今言ったのは、虫は敵じゃないという話。そして菌も敵じゃない。モグラも敵じゃなくなります。実は、モグラは腐敗がなくなると、